人生を変える言葉、俳優丹波哲郎の言葉。人間、心に深い傷を負うことがある。そういう時は生まれ変わるチャンス。失恋した、振られてしまったと言って心に深く傷を負うことがあるでしょう。パワハラを受けた、ひどい上司に巡り合ったと心に深い傷を負うことがあるでしょう。でもそれは生まれ変わるチャンスなんですよね。あなたがいるべきはそこではないよ、あなたがやるべきことはそれではないよと、それに気づいて全く新しいことを始める、それがチャンスにつながっていくんですよね。僕はアナウンサーをやっていて本当にうまくいきませんでした。ダメだダメだと毎日のように言われて心に深い傷を負っていました。でもアナウンサーはダメだけど作家だったら成功できるんじゃないかというふうに思って作家として生まれ変わりました。結局心に深い傷を負ったことがチャンスにつながったということなんですよね。あなたも心に深い傷を負ったらそれは人生が変わるチャンスだというふうに思いましょう。